今日の陽気で桜が見ごろを迎えた松山市の道後公園。お昼時には平日にもかかわらず4年ぶりに桜をめでようという大勢の人でにぎわっていました。こちらは県外の祖父母も加わって3世代で桜を楽しんでいた家族。久しぶりです。最高に楽しいです。思ったより咲いてて綺麗で、初めて来たので、はい、桜の下で食べれて嬉しいです。すごい綺麗に咲いてて見られてよかったです。園内にはウグイスの声も響いていて、訪れた人は穏やかな春の一日を満喫していました。春の訪れを感じさせてくれる食材の一つ、タケノコが出荷のシーズンを迎えています。松山市溝の部町に今日開設された JA 松山市タケノコ臨時市場で行われた初競りには、今朝採れたばかりのタケノコ640キロが並びました。湯山地区は粘土質の赤土が多いことからタケノコ栽培に適していて、110軒の農家がタケノコを生産しています。 JA 松山市によりますと、今年は裏年にあたる上、去年夏の雨不足と高温の影響から収穫量は去年の6分の1の20トンを見込んでいます。煮付けや天ぷらで楽しんでほしいというこの湯山たけのこ、収穫は5月上旬まで続き、1キロ200円から300円ほどで松山市内を中心に出荷されます。